始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タレバッコーチのアンドレです。今回も危機一髪こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。それじゃあステージ25、舞踏会遅刻の危機だって。舞踏会行くのお前。シンデレラじゃん。え、男性版舞踏会。いや違うぞ、ちゃんといやらしい女ども3人だけど。え、あ、お腹が減ってるおばあちゃんがいるわ。きっと何かあれでしょ。あ、パンがあるわ。これだ、このおばあちゃんにパンをあげましょう。お腹減ってるからかわいそう。はいはい、パンをあげて、はい。あ、魔法の杖だ。え、何、え、できるおばあちゃんだった、もしかして。これまだなんかあるか。あ、水か。さらにこれで水をあげるってこと。はい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 、水入れますか。おばあちゃん喉乾いたでしょ、パンで口がパサパサになって。あ、関係、あ、なんだ、はっ、かぼちゃが揃った。これじゃない、かぼちゃ。はい、来た、馬車の完成じゃん。これでいける。あ、やっぱり、あ、え、全無視してお城行ったんだけど。なんで全無視してお城行ったんだけど。ちょっと待ってって、迷子、単純に迷子やん、お前何やってん。なんかチーズ手に入れた、月触ったら。これチーズなんか関係ある。ん、あ、でも使えないな。一旦かぼちゃで魔法かけてもらうか。はいはいはい。で、この穴怪しくない、この右上のこれ。ここじゃない。あ、来た、ネズミが出てきた。え、お、なんか服くれたんだけど。あ、わかった、これを魔法でおしゃれなドレスに変更してくれると。来ましたわ、私これでいけるでしょ。え、まだ足りない。あ、馬車を引っ張っていく馬がいないってこと。あ、なるほどね、ネズミに引っ張っててもらうのか、そういうことね。すごい、ネズミが白馬になっちまった。これでいけるでしょ。え、まだまだダメ。来た、来ましたわ、私これでシンデレラになるわっつって。でも男なんだよな。男だよね。女の子か、男の子じゃない、女の子だわ。そこがあれだわ、間違ってた。じゃあステージ26、負け確定の危機いきましょう。クソゲーしてる、もしかして負け確定の危機って。え、確定じゃん、もう6出そうが何出そうがさ、無理じゃない。まあしょうがないわ、読んでいこうよ。諦めれたらその時点で試合終了って言ってたから。安西先生もタライが落ちてきた、頭が朦朧としていったやつ。待って待って待って、いじめないで。見て、2つ後ろ倒れて気絶してる人がいるんだよ。手を差し伸べるのが君たちの優しさじゃないの。なんでだよ、これじゃもう1か3に止まるしかないってことだよね。4しか出ねえこのサイコロ。ちょっと待って、え、4確定これ今。なるほどね、そしたらなんかある。突然落雷が落ちてきた、一旦休み。青はトラップに引っかかった、振り出しに戻る。おい、クソだなこのサイコロ、あの嫌なやつしかないんだけど。これでもなんか1個だけさ、赤とか青になってる文字は何なんだ。とだもとだも。あ、なんかいるぞ、ハッキングできる、もしかして。とだも、あ、違うわ、これ消せない。赤がこれとだな。で、あ、いや待って、赤が2つある、むずこれ、色の違いむず。こっちはオレンジっぽいか、なるほどね。これ一番左が赤か。ともだお、違う、この紫なんだ、こんな文字あった。こいつポッケなんか入れてるわ、チって出てきたんだけど。これか、わかった、ここにこのチはいるんだ。友達か、パスワード、サイコロランダム、背景ブルー、背景変える意味ある。サイコロ1234567ある、これだ、サイコロ7確定。
クソゲー始まった。だが悪いな、負けるわけにはいかねえんだ俺はよ。もらったぜ、これでゴールだと。はい、一撃必殺よ。ハッキングしやがったこいつ、勝つために。じゃあ今日はこれでやりたいと思います。うん、バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。